志尊淳です。野田マップ初参加になります。よろしくお願いいたします。まあ、正直夢かと思いましたね。まさか自分がっていうふうに思って、で、まあ、野田さんの作品は今まで何度も拝見させていただいたことがあったんですけれども、やっぱり遠い世界だと思っていましたし、やはり野田さんの演出を受け、素晴らしいキャストの皆様たちが表現している姿を見て、いつか出てみたいっていう気持ちはものすごくあったんですよ。それで、まあ、ワークショップやらせていただいて、お話をいただいた時は、本当にっていう、しかも役柄もロミオって本当にっていう驚きがすごかったですね。いや、またとんでもないキャストの皆さんと一緒にやらせていただけるなっていうふうに思って、上川さん、松さんはもちろん舞台でのお姿を拝見させてもらったことありますし、まあ、広瀬すずちゃんも同年代でものすごく活躍されてますし、キャストの皆さんもワークショップをやっていて、どんだけ引き出しがあるんだと思うぐらい、すごい幅がある方々だらけなので、まあ、とにかく吸収できるものは吸収したいなっていうふうに思いましたし、頼れるところは頼らせていただきたいなっていう気持ちでいっぱいですね。本当に心強いです。やっぱり野田マップって特筆されたその世界観があって、で、そのもちろんお芝居の熱量もすごい、セットでの見せ方もすごい、なんかいろんなところに感銘を受けた印象があったんですよね。本当に出たいなって常に思っていましたし、それこそ美和とかはチケット取れない状況でどうしても見たくて、社長とゲネプロにお邪魔させていただいたので、僕なんかやっぱこんな素敵な皆様たちがとにかく楽しそうに演じてる、その中で野田さんは、まあ、毎回出られてますけど一番若いなって思います一番エネルギッシュで一番声が出ていて一番動いてるなと、ああもうこれはなんか僕が解釈するに俳優への指針もあるのかなっていうふうにすごく思って、なので実際、まあ、今回ご一緒するんで常に野田さんのエネルギーと声だけは負けないように稽古から意気込んでいきたいとは思ってます。そうですね、まあ一番印象的なのはお客様の反応が全然違うっていうところがやっぱり印象的ですし、舞台が変わって客層が変わるだけで多分色も変わっていく、空気感も変わっていく、でやっぱりそのホールが変わるだけで音響も変わり照明も変わり、やっぱりいろんなものが変わっていくっていうものがその作品の違った部分を引き出してくれるような感覚で、劇場に入る前とか入った後とかの街の空気感を感じるのもすごく楽しいですし、旅公演はすごく楽しみにしてますね。僕は We Will Rock You が一番印象に残ってますですし、僕10代で初舞台の時とかってやっぱりそのこうどう自分の平常心を保ったらいいか分からなくて、舞台始まる10分前15分前って幕の中で We Will Rock You を聞きながら精神統一をしてたんですよ。ずっと大丈夫だ大丈夫だ、 We Will Rock You とか We Are the Champion とかを聞いてこう士気を上げていたので、なんかそのクイーンさんの音楽でお芝居ができるってまあまあそれも夢のような話でしたね。はい、僕もですね、野田さんの作品野田マップをですね、10代の頃から、ずっと感激させていただいておりまして、今回企画を聞いた時にですねクイーンさん、そして野田さんの演出、素晴らしいスタッフの皆さん、キャストの皆さんとご一緒できるということで本当に楽しみでしょうがないです。そして僕が、観客だったらですねすっごく見たいなって思うような、台本もこの間拝見させていただいて、ものすごく僕自身も楽しみにしております。今回、この作品を通してですね、皆様に、新しい志尊淳、
新しいロミオとジュリエット、新しい野田マップを見ていただけるように、力になれるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。